皆さんこんばんは、青木誠です。ゴールデンライブステージ、6週間連続で1979年今年の夏のビッグイベント、3年目を迎えましたライブアンダーザスカイ79の模様をお送りしております。今夜はその第2弾ということになりますね。7月25日このイベントの初日に行われましたブラジルナイトからエルメト・パスコアールのステージをお届けしたいと思います。この日は東京地方梅雨明け宣言の翌日にあたりましたけれども、東京田園調布の田園コロシアムで収録いたしました。さて、今年のライブアンダーザスカイの呼び物の一つともいえるのがこのブラジルナイトだったと思います。6000人以上のお客さんが集まりました。でお目当ては先週お送りいたしましたエリス・レジーナ、この日の前半のステージで登場いたしましたけど、彼女もお目当ての一つだと思いますが、この後半を飾りましてやっと我々の前に姿を見せてくれたこのエルメット・パスコアール、この人がお目当ての不安は多かったんじゃないかと思います。このエルメット・パスコアールという人は今年43歳になるミュージシャンなんですね。遠くから見てますとね、白い長い髪を振り乱して眼鏡をかけて、なんかちょっと仙人みたいだねなんていう、僕ら噂しておりましたけれども、ピアノ、フルート、サキソフォン、パーカッション、さまざまな楽器を演奏する人です。ちょっとステージの様子をご紹介しておきましょう。ステージの左側の方がキーボード、電気ピアノ、その他ですね、ここに一人キーボード奏者が座っておりますが、同時にパスコアール自身の電気ピアノもここにあります。それと対照的な右側の位置にパーカッションの台がありまして、この上にありとあらゆるパーカッションが並んでおりますけれども、ここに男性と女性のパーカッション奏者が一人ずつ、それから舞台の中央の後ろの方、ドラムス、ベースのセクションですけれども、このドラマーの後ろにですね、木枠が組んでおりましてありまして、ここにもパーカッションが並んでるんですね。近寄ってみますと、お釜とかフライパンとかボールとかてっぺんとかコテとかね、つまり僕らが使っている日常的な道具、これを、パーカッションとして使うわけですね。それから中央センターにはサキソフォン奏者が2人なんですけれども、実はエルメト・パスコアールがここに加わりまして、サキソフォンを吹く時もあります。それからその左側の電気ピアノの位置に座ってピアノを演奏する時もあるというわけです。ステージの上はちょっとしたお祭りが起こるというイメージ、まさしくエルメット・パスコアールの世界という感じです。曲をご紹介いたしましょう。まずススト という曲を演奏いたします。これはポルトガル語ですね。英語に直しますとサプライズ、驚きということになります。それではエルメット・パスコアールのステージです。
Thank you.
さてエルメト・パスコアルのことですが、さっき43歳という話をいたしましたが、この人はブラジルの東北部ラゴアデカノアの出身なんですね。実はパスコアルも僕はスイスのモントルで見たんですけれども、そこで聞きましたところによると、ラゴアデカノアというのは英語に直しますとラグーン・オブ・カヌー、つまりカヌーの里ということになるそうです。なんとなくイメージが湧く地名ですね。そしてパスコアルは、日本でも知られておりますブラジルのパーカッション奏者アイアト・モレーラ、この人は今アメリカに住んでおりますが、アイアト・モレーラとか、あるいは、若い作曲家ミルトン・ナシメントなんかには師匠格にあたる人なんだそうですが、彼自身はアメリカに行ってマイルス・デイビスと共演したなんていうことはよく知られておりますね。それからアメリカのジャズミュージシャンには大変に大きな影響を与えた人なんです。というのも、音楽が例えばジャズならばジャズ、あるいはサンバならサンバという一つの形にとらわれないで、もっと自由なものであるということを身をもって実践しているのがこの人じゃないかと思うんです。だからこれは僕の全くの想像なんですけど、ウェザーリポートなんていう演奏、ああいう演奏にどっか影響を与えているような気がするんですね。パスコアール、ミルトン・ナシメント、ウェイン・ショーターと続くと、なんかこう一つラインが敷けるような気がするんですが、これは全く想像であります。ところで今年僕はこのパスコアルのステージを3回見たことになります。モントルの昼の部、夜の部、それからこの日本公演なんですけど、昼の部、夜の部、日本公演のこの3つがですね、全部演奏のスタイルがやり方が違うっていうのがちょっと驚かされました。僕は思うんですけども、このパスコアルのステージっていうのは、何の曲を演奏する、あるいはその曲をどういうふうに演奏する、あるいは全体の構成をどういうふうにするということは全くその場で決まるんじゃないかと思うんですね。その時の雰囲気によって決まる。したがって、3回ステージを行うと3回がそれぞれ違ってしまうのではないかと、もう本当にお祭りが起こるという、そういうイメージがいたします。それでは後半の曲を紹介いたしましょう。まずマサペー、これは抑地、つまり地味の豊かな土地ということですね。マサペーです。そして続いて東京、これはまあ、説明の必要はありませんね。それからカンピーナス、これはサンパウロ州の地名から取られました。それでは続いて聞いてまいりましょう。エルメート・パスコアルのステージです。
Do 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 do.